今度はアイスダンスをご覧いただきましょう。まずフランスのカップルが出てきました。日本の皆さんにはおなじみのドミニク・イボン、フレデリック・パウエルのこの2人です。あ、変わった入り方ですね。エキシビションのような入り方ですね。特に女性の表情に注目してご覧ください。地元フランスのドミニク・イボン、フレデリック・パウエル。五十嵐さん、じーっとご覧になってましたけども、曲のね、表現なんか非常にうまく表現されてたなっていう感じがするんですが、後半に入りましてですね、難しいステップがほとんどなかったんですね。非常に息は合ってましたし、さすがベテランだなと言いますか、そのユニゾンという、部分も非常にしっかりしてました。リズムもよく取ってたんですが、
後半の追い込み部分でですね、もう少しそのステップ的なもので見せ場を作ってほしかったなという感じですね。去年の世界選手権ではこのカップルは第8位、地元ですから随分と拍手はもらいました。終わり方はこうリズムに乗って独特のこうポーズを考えてましたね。そうですね、ステップというのはなかなかパッと見たところではよくわからない難しい部分があります、アイスダンス。イボンさんは23歳。さあ点が出ます。テクニカルメリット 5.1 という数字がありますがね、イギリスの場内からも声が出てます。これは どういうことなんですか、五十嵐さん。多分パートナーのですね、靴の上に乗っかってはいけないとかですね、まあ、そういうようないくつかの、まあ、ルールがあるんですけれども、それに抵触したというふうに取ったんじゃないかと思いますね。で地元フランスのジャッジはアーティスティックインプレッションは 5.7、ダニエルコーチもうなずいていました。この2人フランスには確か兄弟カップルがいましたね。ジュシュネ兄弟。